はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドロイドでございます。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お気づきの方ってか皆さん気づきますね。背景とかなんかいろいろ変わってるんですけど、今ここは、防音室ではなくて自室に来てます。いろいろこうライトが1、2だったりとか、ここにマイクがポンってあったりとかして、いろいろ撮影の機材を、このスクリーンも、この背景もそうね、揃えてみはしたんですが、果たしてこんなスタイルがいいのかどうかはちょっと何とも言えませんので、ちょっとお試しでやっていこうと思います。今日はね、実質ということで、まあ、一発目講座じゃなくてもあれ新年早々あれなんですけど、楽器のお手入れをしていきたいと思います。それではですね、今日はどの部分を掃除するかというとね、この楽器の、はい、はい、この部分、この抜き差し管のところのグリスを塗っていきたいと思います。そろそろ、塗る頃かなと思ってきたので、塗りたいと思います。僕はそんなに高い頻度ではやらないんですけど、まあ 2,3 ヶ月に一遍ぐらい塗るかなっていう感じです。では行ってみましょう。どうぞ。はい、それでは進めていきますね。今日はスライドグリスということで、使用するものですが、スライドグリス、バルボイル、ティッシュ、この3点を今日は使っていきます。僕が使ってるスライドグリスはですね、アイルレッヒの、スライドグリスです。動こうとするときにこう抜こう、スライドをこうグッと動かそうとするときに粘る。で、普段塗るときはすごいドロドロ、軽く塗れて、でも抜くときはしっかりとロックするから抜け落ちるとかそういう心配がない。で、かつ、どんな温度でも、柔らかさが変わらないという優れものです。使用可能温度がマイナス40度からプラス200度。使うわけねえやろ。マイナス40度はまあ極寒の地だったらあるかもしれないけど、プラス200度の世界でさ、楽器吹かねえよな。はい、じゃあいきますね。まず主管からいきましょう。スライドのこのチューニング管のグリスはですね、まあ、どんなグリスのでもそうだと思うんですけど、オイルで溶けます。なので、よくこうタラタラにこうやって拭き取る、こうやって拭き取るだけだと、まあぼちぼちなんですけど、取れる量はここをですね、このバルボイルで、まあ、使うんだったらバルボイルでもジップオイルの方がいいのかな、気圧性あるから、蒸発するから、まあいいや。で、バルボイルをこうやって点々とつけてあげて拭き取ってあげると、しっかりピカピカに取れます。はい、これ1個はこっちね。はい、じゃあ同じようにしてこっちもやっていきましょう。点々とつけてあげて、で、うわ、きっちゃね、うふう。で、ここの、そうするともうべっちょりですよ。こんな。あともう一箇所。この楽器、は、ここの部分が、この部分は、まだ、設置するグリスを塗る部分なので、この部分も取っちゃいます。はい、あ、汚い。はい、OK。ここでバルボイルさんはお休みです。もういいです。ありがとうございました。ちなみに僕が使っているバルボイルですが、本体のロータリーの部分にも使うオイルなんですが、ウルトラピュアの、プロフェッショナルバルボイルというものを使ってます。はい、このスライドグリスを蓋を開けまして、これをちょっと手に取ります。僕はですね、スライドの、この管のこの先端の部分にぐるっと一緒に塗ってあげる。ほんと薄くでいいですよ。ベタベタに塗っても結局余っちゃうんで。はい、
これぐらい、本体の方の先端にも塗っておきます。これをこのままスポッと入れるんだけど、僕はね片方ずつまず入れるんですよ。こっち入れてあげて、まあちょっとこうグイグイやりながら馴染ませてあげながらスコッと入れてあげて、で抜いてあげて、こう抜くときにそうグッさ、あんなに軽かったのに動こうとするとすっごい重いんですよ。次反対側ね、反対側にも、はい、そしたらこれを一緒に入れてあげます。せーのと、はい、塗ってあげたら多分ね、このね縁とかにこの辺りが溢れ出る時があるから、そしたらそれはここで拭き取ってあげます。こちらもね、はい、これで歯間は終わりと。はい、次 F 管ね、この先端にも塗っていきましょうか。こうやってペトペトと、ほんとねすごい柔らかいんですよこのクリス。どれぐらいの感覚だろうな、本当にハンドクリームみたいな、それぐらい柔らかい。はい、塗れました。で、まあ片方ずつ僕はこうやって、この感がそのスルスルいっちゃう人はもしかしたら調整が必要かもしれない。崖調整出したからかな、すっごいガッチリしまはまってる。多分皆さんご存知かと思いますが、 F 管入れるときは必ずこの F 管のレバーを押して入れましょう。抜くときもそう、押してやってあげないとスポンと音がして、こうあんまり楽器に良くないので、一応ここを押して抜き差しをするようにしてください。押した状態で、よっ、はい、こういう状態。いいな、あすごい、結構重いんだな。でしかもこのグリスはね、なかなかねなくならない、切れない。これめっちゃ一押し。ぜひとも下にリンク貼っとくんで、皆さんお買い求めください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こんな感じで僕はいつも、まあ2ヶ月とか3ヶ月に一遍だけど、オスライドグリスを塗ってあげて、普段の演奏に支障がないようにしてます。はい、そんな感じでですね、そんな感じで、今年1回目の、講座動画を、やってみました。講座というかお手入れしてみた動画、お手入れしてみた動画やってみましたけど、これから講座もね、順々に増やしていきたいと思いますので、更新頻度も高く頑張っていきたいと思いますので、今年1年もどうぞよろしくお願いいたします。もちろん演奏動画の方はもう今年は大編成を中心に、増やしていこうと思ってますので、どうぞご期待ください。今のところですけど、夏に向けて、カンコレの CD を作ろうかなと思ってます。夏コミに間に合うように頑張って作ってますので、ぜひお手に取っていただければ、嬉しいです。それじゃあまたお会いしましょうかね。バイバイ。